どうも、ワニです。ミオです。はい、というわけで、ね、今回ですね、またよく爬虫類のイベントとかでね見かけると思うんですけど、こういった可愛らしいシェルターを作ってるシェルターさんっていう、シェルターメーカーの方に来させていただいておりまして、今回ですね、なんか新しく面白いシェルターを販売し始めたということで、そうなんです、させていただいてるんですけども、どういったシェルターでしょうか。まあ僕らは、まあ、爬虫類のシェルター作ってるんですけど、まあ、皆さんにも楽しんでね、はい、オリジナルのシェルターをこう作ってもらえるような商品を作っちゃったんです。なんですって、すごいでしょ。それを、まあ、今日ちょっとね体験してもらおうということで、はい、遊びに来てもらいましたが、はい、こちらのセットになります。はい、無地のシェルター、無地のシェルターと、この無地のシェルターにねみんなでこうお絵かきができるようなセット内容になっている商品ですね。セット内容はこんな感じで、まあ、マーカーと、まあ、説明書も入ってまして、まあ、ちょっと消せるメラミンスポンジかなと、まあ、コート剤とコート剤を塗る筆って感じですね。でペンじゃなくて絵の具で塗りたいっていう人は、これまた別途ね絵の具も販売されてるそうです。これはセットで、そうです、まあ、単品でね売ってるんですけど、まあ、一緒に買ってもらって使うと。これでお絵描きして、もう自分のオリジナルシェルターを作れるという。そうなんですよ、期待してますよ。今日は頑張ります。早速やらせていただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ描いていきます。とりあえずまずはちょっと絵の具で下地の色を塗りたいと思います。このペン8色あるんですけども、ペンだと多分好きな色がね作れないんですよ。この色だけしか作れないんで、絵の具でうまいこと色を混ぜれば好きな色が作れるんで、まずね好きな色を作ります。今日は亀丸子さんと真夜中のビバリウムさんも来てます。じゃあまずこの茶色を置いて、ここに黄色を混ぜる。ちょっと薄めの茶色が欲しいんですよね。いや茶色強いな。こっちの方ですね、これ失敗したんで、こっちの方の色ができたんで塗っていきます。塗り心地はどうですか。なんかめっちゃ気泡がついちゃう。俺がこの絵の具を泡立てすぎちゃって。ああなるほど。あ、これどうしよう。はい、茶色く塗れたので、こっから模様を塗っていきます。模様描いてくれないか。ボールパイソン柄にします。こういうボールパイソンってハートとかなんか宇宙人の顔みたいな形の模様なんですよね、結構ね。はい、できました。ボールパイソン柄です。ちょっと黒の面積多すぎたかなっていう感じがするな。今度作るとしたら、もっとなんか模様をつめつめでもっと入れた方が良かったかなって気しますけど、でもいい感じ、ボールパイソンっぽい。ベビーのボールパイソン買うのにこれ使ったらめっちゃ良さそう。じゃあ色を塗ったシェルターをオーブンで200度で25分温めます。いけー、届け。うん、俺たちの思い。はい、ということで、じゃあ余熱が終わってるんで、もう入れてスタートボタンを押します。はい、で1個だけ注意点があって、はい、焼き上がった後に急に出したりしないでください。温度差で割れちゃったりとかするかもしれないんで、焼き上がったらちょっとずつ蓋を開けて、はいはいはい、少しずつ冷ますようにしてください。なるほど。はい、焼き上がりました。でこうやってちょっとずつ開けていくということで、はい、ではオーブンから取り出していきます。ちょっと手ではまだ触れないかもですが。あ、なるほど。冷ますのに出していきます。はい、
本当だ、ちょっと手じゃ触れないですね。はい、できました。タイガーサラマンダー柄シェルター、これ普通に良くない？普通にかっこいいんですけど。はい、じゃあ焼き上がって冷めたので撥水剤を塗っていきます。こちらですね、この筆で塗ります。これなんかそんなベタベタ塗りまくらなくても軽くサーッと塗るぐらいでいいんですよね。そうです、ビシャッとサーッと。でまあ、説明書に書いてあるんですけども、塗るときに気をつけなきゃいけないことがあって、この内側、こっちはあの水の通りが良くないとそのシェルター内の湿度を保つっていうのができなくなっちゃうんで、内側は塗らない。で下のこの縁の部分だけは、水が浸透して床材が濡れないように塗っとくというポイントがあるそうです。こんなもんかな。これで乾くのを待つと。で、マルコさんが作ったのがこちらの2つ。じゃじゃーん。これ何柄なんですか？これはインドホシガメの柄です。おー、甲羅の柄。甲羅の柄にしました。こんな感じで、あー、ぽいぽいぽい。はい、こちらと、こっちはなんか本の音のまま描いたインディアン柄です。インディアンなんですか？インディアンです。ビバさんは全然爬虫類関係ないんだ。バナナ柄。ゴリラとバナナ柄。ゴリラとバナナ柄です。こっちはスターバックスって書いてあるけど、スターバックスですね。こっちにちゃんとロゴが、ね、スタバの公式グッズでございます。眉毛が出るんだよ、眉毛が。でこちらがまあ過去にあの MZ ファミリーマコポンさんの娘さんの琴音さんという、ね、画家の方が来られた時に作られたものらしいんですけども、こっちが絵の具で塗ったもの。めちゃめちゃリアルですごいな、これ。上手い人が描くとこういうのもできちゃうんですね。すんげえおしゃれ。おお。でこっちが落書きマーカーのペンの方で作ったやつ。これもすごいっすね。上手い人が作ればこういう風にも作れます。はい、というわけで今回はシェルターさんの方でこちらのね、素敵なシェルターを作らせていただきました。めっちゃいいのが作れて楽しかったです。ありがとうございました。お疲れでした。本当にね、このお絵描きシェルターセット、子供の頃はなんか図工とかでこういうのよくやったけど、大人になってこういうのに一生懸命描くって機会がなかったんで、久々にこれやってすごい楽しかったです。これってどこで買えるんですか？これはあの、うん、うちのウェブショップの方で販売をしております。シェルターさんのホームページからだけ、はい、今のところそうですね、うん、はい、セットはね、そうです。ぜひぜひ買ってやってみてください。はい。でまあ、今回ね、こうたくさん楽しんでいただいて、もうお客さんの人にもね楽しんでいただきたいんですが、うん、まあ、せっかくこう描いた作品とか、うん、もしよければ、うん、まあ、うちのインスタとかツイッターで写真いっぱい送ってもらって、うん、まあ、今後もしかしたらこうコンペみたいなこととかもしていきたいので、うん、そういうのに参加していただけたら非常に嬉しいなと思っております。でまあちょっと賞とかもつけてプレゼントと考えているので、おどしどし写真お待ちしておりますので。じゃあもう DM で送ればいいんですか？あ、DM で送ってください。よかったらね、よろしくお願いします。遊んでください、よろしくお願いします。で今回これね、なんか柄だけ描きましたけども、まあ、例えばここにあのペットの名前とか書いて表札みたいな感じにしたシェルターにしても可愛いと思いますし、まあ、自分で描けるんで、もう使い方も無限大だと思うんで、ぜひ皆さん買ってみてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。